2004年に片道切符でデビュー以降、日本レコード大賞新人賞をはじめとした数々の賞を受賞し、演歌界に大きな存在感を示してきた北山けしさん。近年では弟弟子の大江豊さんとのユニット北島兄弟として紅白歌合戦に出場されたことでも話題になりました。今回はそんな 北山さんの歌手としてデビューするまでの下積み時代、師匠の娘さんとの禁断の恋、そして現在囁かれる離婚の噂についてお話ししていきたいと思います。プロフィール、芸名北山武史、本名渡辺武史、青年月日1974年2月25日、 出身地、福岡県柳川市。事務所、北島音楽事務所。下積み時代からデビューに至るまで。北山さんのお父様は、北島三郎さんの大ファンで、毎日家にあるポスターに手を合わせているほどでした。彼自身も幼少期から演歌を習い始め、9歳の時には、 九州朝日放送のちびっ子のど自慢で風雪流れ旅を歌って優勝するほどの腕前を見せていました。そんな環境で育った彼にとって演歌歌手になるという気持ちは強く、他の道は考えもしなかったのかもしれません。1988年には高校に入学をしますが、1年で退学をし、16歳の時に、 北島三郎さんに弟子入りを志願しました。しかし、この時は未成年だからという理由で断られています。この頃北山さんは大平孝一という芸名で一度演歌歌手デビューをしましたが、なかなか芽が出ることはありませんでした。21歳になると北島三郎さんに再度弟子入りを志願。 弟子は取っていないと門前払いだったようですが、彼は諦めることなく、それから北島さんのもとに10日間通い続けました。その結果、やっと北島さんに会うことができましたが、その時言われた言葉は、歌手になるつもりでここに来たのなら帰りなさい。でも、一回歌手の夢を捨てて、 ここで人として大切なことを学びたいと思うなら、ついてきなさい、というものでした。歌手になりたくて弟子入りしたのに、歌手の夢は捨てろって、どういうことなのと思いますよね。私は最初にこのエピソードを知ったとき、北山さんに厳しい道への覚悟を決めさせるための脅しのようなものだと思いました。 そのくらいの覚悟がない人に教えられることはないというような。しかし、北山さんは、この時から約8年にわたり、本当に師匠北島さんから歌の指導を受けることはなく、付き人としての仕事に専念することになりました。洗車、衣装の整理、家の庭の植木の手入れなど、いろいろな仕事をしていたようです。 植木の手入れに関しては、プロ並みの腕前になったと語っています。これらの仕事は、私たち素人には、歌手の修行とは全く関係のないもののように思えますよね。しかし、師匠の北島さんご自身も、下積み時代が長かったため、自分が舞台に立てるのは、周りの人のおかげという気持ちが強くあるそうです。 こういう気持ちを弟子に教えることで成長をさせたかったのかもしれません。その教えを受けた北山さんは舞台に立てるようになった今でもスタッフやファンの方に支えてもらえるありがたさを身に染みて実感できると語っています。8年が経ったある日、北島さんから、たけし、船出をしてみるかと声をかけられ、 デビューが決まりました。デビューが決まってからは、北島さんからの厳しいレッスンを始め、周りが一気に動き始めたため、北山さんご自身もあまりよく覚えていないようです。北山という芸名は、北島三郎さんの北と、兄弟子にあたる山本丈二さんの山を取って付けられました。 2004年に片道切符で再デビューをすると、日本レコード大賞や日本優先大賞など数々の新人賞を受賞。翌年には NHK 紅白歌合戦にも初出場しています。デビューまでには時間がかかりましたが、デビューをしてから一気に活躍した姿を見ると、8年間の下積みは間違いなく、 彼の土台を作っていたということができるでしょう。その後、2009年には、なんと、師匠のマナ娘と結婚をしています。次は、この娘さんとの馴れそめと、現在の関係性についてお話ししていきます。師匠の次女との馴れそめ。お二人が交際をスタートさせたのは、北山さんが、 北島さんの弟子になって3年目の頃。ある日、北山さんは庭仕事をしている時に芝刈り機で人差し指に怪我を負ってしまい、この時、北島さんの次女である大野智子さんが手当てをしてくれたことをきっかけに恋心を抱くようになりました。師匠の娘に恋心を抱くなんて失格だと思い、 彼はかなり悩んだそうです。北島さんの奥様にも弟子を辞めるべきかと相談しましたが、奥様の後押しもあり、交際は順調に続きました。しかし、北島さんには8年間もの間、交際の事実を隠していたそうです。2004年にデビューをして、歌手として独り立ちした際に、初めて北島さんに、 交際を報告しました。彼女の父親に結婚の了承をもらうというのは、一般家庭でも緊張する場面だと思いますが、それが自分の師匠相手となると、想像するだけで恐ろしくなりますよね。そんな大きな壁を乗り越えて、無事お二人の交際は認められ、結婚することができました。 こんなドラマのような交際を経て結婚されたお二人ですが、離婚の危機との噂もあるようです。別居の理由と離婚の噂について、お二人が離婚の危機と言われている噂の原因は、二人が別居していることにあります。2009年にお二人は結婚しましたが、奥様は結婚当初から今に至るまで、 ずっとご実家で北島さんと一緒に住んでいます。しかし、これはお二人の不仲によるものではありません。奥様は北島さんのマネージャーのお仕事をされており、地方のテレビ出演やコンサートがある際にも同行しています。北山さんご自身も全国を回って仕事をしているため、 なかなか二人で一緒に住むことは難しいという事情があるようです。北山さんのコンサートの MC では、たびたび奥様のお話が出てきており、お二人は離婚の危機どころか、とても仲むつまじいご夫婦であることがわかります。北山たけしさんの今後の活躍。北山さんは現在、東京 MX で放送中の 寺西和弘ドラマ人生いろいろにてドラマのナレーションに初挑戦。このドラマは映画化も決まり、なんと映画版では役者としての出演も予定されています。演歌だけにとどまらず様々な挑戦をし続けている北山けしさん。今後の活躍にも期待が高まりますね。 最後までご視聴いただき、ありがとうございました。